日はオールドカイロのコプト地区にやってまいりました。ここエジプトは9割はイスラム教徒の方々がいる国なんですけれども、残り1割は実は原始キリスト教の流れを組んでいるコプトという方々が信仰を持っています。厳密には西洋諸国のキリスト教とはちょっと違うんですけれども、エジプトとキリストとどう関係あるのっていうところですけれども、非常に深い関係があるんです。ここエジプトというのはどういう場所かというと、イエスが誕生した、クリスマスですよね、イエスが誕生してほどなくして、当時のヘロデ王というイスラエルユダヤの地を治めていたヘロデという王様がですね、イスラエルの王が誕生するという伝説を恐れたヘロデ王は、その地域、伝説の中で王が降臨する、生まれると言われていたその地域一帯の、2歳児以下かな3歳児以下ぐらいの子供、赤ちゃんたちを抹殺する、虐殺するという暴挙に出るんですけれども、なんとそのイエスのお父さんにあたるヨセフが、その殺戮が行われる前に夢を見て、天使からのお告げで逃げるようにと言われて、そこから避難して、逃避行ですね、避難して訪れた地こそがエジプトだと言われてるんです。なのでイエスとマリアとヨセフ、その聖家族とか言われますけどね、その家族がエジプトに逃れてきてとどまった場所、それがここのカイロにあるということなんです。聖家族がとどまった場所の上に教会が建てられているということで、その教会に行ってみたいと思います。またエジプトという国は新約聖書の4大福音書、イエスの十二弟子のうちの一人であるマルコ、福音書を書いたマルコが、宣教に訪れて、そこからの流れを組んでいる、イエスからの流れを継いでいる原始キリスト教、それがこのエジプトなんですね。アレキサンドリアの場所だったんですけれども、なので非常にこうキリスト教としての歴史がある、国なんですね。でムスリムの印象が非常に強いですし、ピラミッドの印象が強いんでね、霞んでしまいますけれども、実はそのようにクリスチャンの歴史としても非常に意義深い場所だということです。
政府関係の公的な施設ですとか、こういう宗教施設の警備は非常に厳重ですね。まあ、爆弾テロとか、あとはまあクーデター的なものがあったりもしたので、アラブの春もエジプトからエジプトのタハリール広場デモが行われたということで、まあ、タハリール広場も非常にこう警備厳重にされていますね。まあ、なので今は非常にこう治安も良くて落ち着いている、そのような感じかと思います。まあ、アフリカまだね、他の国はモロッコ以外は行ってないんですけど、結構こう政情が不安定なところが多かったり、内戦が今もあるところがあったり、リアルな海賊とかがいるソマリアとかがあったり、まあ行きたくてもなかなか行けない状況がねあったりもするので、まあその点ね、警備とか物々しい雰囲気は多少ありますけど、安全な場所ということで、安心してくつろぐことができます。ラマダンでね、日中食事ができなくて辛いという人は、あのオールドカイロのコプトのエリアに来て、食事をしたりとか、カフェでお茶をするというのもありかもしれません。では、thank you.